野草ではライオンとワニ、ハともに強力な不時者であり、それぞれの生息地で最も恐ろしい私の天敵として知られています。彼らは不時者であり肉食動物なので共通のカモを持っています。ワニとライオンの犬でハモを握るこの犬は自然環境でしばしば起こります。これら2つの強力な力の対立は緊張感のある予測不可能な戦いを生み出します。ワニとライオンが獣を求めて互いに攻撃するとどうなるでしょうか。このビデオで確認してください。ライオンとワニはライフスタイルや生物学の面で完全に異なる2つの仲です。一方は竜状の不時者であり、もう一方は随性の半獣類です。ワニは水中で生活し、ほどかさと強さを利用して突然の攻撃を引き起こします。優れた模擬の能力と強い抵抗力を持ち、ワニはナイル川で文字できない不時者となります。彼らは待ち伏せをし、攻撃を徹底的に施行します。エネルギーを無駄にすることなく慎重に攻撃を施行します。一方、ライオンは狩狩猟の強さと高価さを持ち、しばしば群れで守りを行い、カモの砲撃を克服するために種族の強さを利用します。彼らの強さと柔軟性により、特に大型の動物に対して突然の攻撃の機会を作り出します。ライオンの強さと戦術的な機能は対処が難しい不時者となっています。セイケジイチやチュカリスタイルの違いにもかかわらず、ライオンとワニは両方とも栄養と生存の必要性を満たすために守りをするという共通の目標を持っています。これが強い交差点であり、これら2つの動物の衝突を不可避にしています。ライオンとワニの戦いは狩猟に関する過疎いだけでなく、自然界の2つの強力な力の対立でもあります。彼らが出会うたびに両者は挑戦と危険に直面し、野生の世界に緊張とサスペンスに満ちたシーンを作り出します。野草ではライオンとワニは両方とも肉食動物です。ワニはしばしばライオンと狩猟を競争しますし、逆もまたはびりです。自然界ではこれら2つの不時者の力を異なる環境で比較することは非常に難しいです。水中ではワニがはっきりと優位です。良好なアドギの能力と水中環境への優れた使用力を持つため、ワニはライオンに比べて優位に立ちます。ライオンはその休眠さと速度を維持できず、ワニにとって脆弱な標的となります。しかし、もしワニとライオンが陸地で出会った場合、ライオンが通常優位に立つでしょう。ゆるく走り後ろから攻撃する能力は、ライオンがワニに立ち向かう際によく使われる戦略です。ライオンはしばしば迅速な攻撃戦術を採用し、ワニのかさばりに乗じて無漏れの強さを利用します。しかし、ワニの知性と戦闘スキルは否定できません。巨大な縦行くと優れた力を持つワニはたった1回の攻撃でライオンに深刻なダメージを与えることができます。そのためワニと対峙する際にはライオンたちは
食料をめぐる戦いで特に慎重です。ライオンガーワニの乱暴な小物の多い愛に直面する場合、ライオンはしばしば慎重にカモノを取り使ったり、死には平和にワニと一緒にカモノを食べたりします。両者が不死者であり、無意味な戦争を望んでいないことを考えれば、これは理解できることです。ワニとライオンのカスノイではワニの無謀さがしばしば評価されます。ワニは図からの意味をどぼけてライオンの領域に入り、強力な愛情からカモノを追おうとします。しかしそのような危険な計画は常に期待される結果をもたらすわけではありません。いくつかの場合、ワニの危険な行動が深刻な結果をもたらし、ライオンに反撃されて重傷を払ったり命を違ったりすることもあります。ワニがライオンから生き物を無謀に遭うことは、深刻な間違いを犯すリスクを見合います。どんなミスもワニが不死者ではなくライオンのカモノになる可能性があります。このワニはライオンの群れの領域に侵入し、彼らのカモノを盗もうとしました。しかしその無謀な行動は深刻な結果をもたらしました。ライオンの群れは巣からの領域への侵入を受け入れないとして、ワニに対して残忍に反撃しました。ワニは強力な不死者から怖いカモノへと変わりました。ライオンの群れによって残忍に噛まれ食べられました。ここな自然界ではワニとライオンの対立が覚えず繰り返され、生命に満ちた壮大で緊張感あるシーンが生まれます。これら2つの動物はそれぞれ特別な力と機能を持ち、自然界で終わりのない種貝を生み出しています。ワニはその具体と比類なきレレで、水中の見なせない不時者です。水中からの奇襲攻撃能力はワニを同系哺乳類だけでなく人間にとっても厄介な不時者にします。ワニの沈黙と忍耐力は自然界で故障評価できない力となっています。一方、森の無謀者として知られるライオンも地上では決して恐れをなしません。その速度、力さ、精錬された狩狩技術によってライオンはしばしば集団で守りをし、よろくべき攻撃の機会を生み出し、椅子の力を用いてカモの保護を突破します。ライオンの主導権と宿典は地上で座りにくい不時者にします。ワニとライオンはそれぞれに立点と強みを持っていますが、対立は必ずしも明確な勝者で終わるわけではありません。初期にはライオンがワニの力に屈することもありますが、逆の場合もあります。両州はこの対立でリスクと危険に直面し、自然の過酷な環境で生き残り、繁栄するためには本当に強く嫌い者だけが生き残ることができます。動画をご視聴いただきありがとうございます。またチャンネルをサポートしていただき、貴重なお時間を歌っていただき、心から感謝申し上げます。皆様のサポートは私とチームにとって大きな力みとなり、
今後もさらに多く、かつより良い動画を制作するための原動力となります。心より感謝いたします。